おお。はい、じゃあまたいつものセブンでね、買い出ししてから行ってます。今回はね、秩父にある橋立川キャンプ場に向かってるんですけども、3ヶ月ぐらい前にもね、行ったキャンプ場で、年内がね、12月4日までみたいなんですよね。なので急遽ね、予定入れてきたんですけども、で気温がね、マイナス3度まで下がるっていうことなので、とりあえず新しいね、シラフね、試すにもちょうどいいかなと思って、ちょっとね、楽しみなんですよね。はい、じゃあとりあえず行ってきます。とりあえず着きました。とりあえずこんな感じです。まあ夜ね、ちょっと試してみて、どんな感じか。今日ね、マイナス3度まで気温が下がるみたいなので、まあ試すにはね、ちょうどいいですよね。そうですね、まあ今のところかなり良さげな感じなんですけど、どうしてもね、この背中がないんで、このね、隙間からね、冷気が入ってくるかどうかね。今日寝て確認したいと思います。
お疲れ様です。
じゃあいただきます。
やっちゃいました。とりあえずダウンが出ないように。くそあんまり売ってないんで、Amazon で箱買いしちゃいました。これめっちゃうまいんで、おすすめです。気温がマイナス3度ぐらいまで下がったんですけど、全然あったかく寝れましたね。ただね、足元が寒くなったんで、途中でダウンソックスね履いてブーストしましたけど、もうそれ以外はね全然超快適でした。まあ足元で寒くなるのはどんなシラフでもね同じかなと思うので、寝袋を出たり入ったりが結構しづらいなとは思ったけど、全然いいんじゃないですかね。これですごく軽くなるので、凍ってる結露が。まあ落ち葉も少し凍ってる感じですね。
はい、薬草飲んでください。お茶サービスでもらっちゃいました。